この長ネギを切る様子をご覧ください。美味しいネギの状態が、うわー、これしゃぶしゃぶして好きなだけ食べるがいい。天の飯。さあ寒くなってまいりましてね、料理もなかなかね大変になってくるじゃないですか。でもあったかいものは食べたいってことでね、最近私豚しゃぶを食べに行ったところね、もうタレとかにつけないでその鍋のおつゆでいただくみたいなパターンのやつがありましてね、これもう今白だしを1リットル、のお水で割ってですね、いい状態の白だしで割ってるんですけど、そこにちょっと昆布のうまみも足すってことで、これまあ水の状態から入れといていただければいいと思います。そこであと用意するのがね、豚しゃぶ、ネギと豚バラだけ、まあしゃぶしゃぶ用の豚でも全然いい、もちろん そっちでもいいんですが、それだけなんですよ。でもうこれをこう、ね、取った段階でちょっとつゆもついてるんで、それをもしゃもしゃ食べるという、だからもう簡単ですから。材料、豚バラ 300g、 長ネギ1本、白だし 100ml、 水1リットル。天の飯。ひたすらね、あとはねこの長ネギを切る様子をご覧ください。これね薄い方のがうまいんだな、だから、この勇気を持ってこう勇気というかね、ここをねつけてればね切れることはないんですよ、ここを。そう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 、だから ここが先に当たってますからね。だからこれがねでかいんだとちょっと歯が上行ってここ行っちゃうけど、でかくないからこれ物が。そう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 、それをねここにね当ててやるんですけど、まああとはねスライサーとかでも今十分ありますからね。こんだけ入れたら風も変えるでしょうさあこれをもうちょっと沸騰してからがいいかな。あれもうねもうできちゃったよ、ほぼ早いです。はい、天の飯。これぐらいにしといてやろう、こうしたらいけますから、とりあえず、これキッチンで食べちゃう人ここで全部やっちゃいそうだもうスタンディングじゃないか常にうわーこれでこれネギをちょっとねもう入れちゃいましょうか。くたっとさせるわけです。すごいでしょ、こんだけのネギあっという間食べられるからね、もうちょっと入れちゃう、あ白だしを吸った、美味しいネギの状態が、うわおい、もうできちゃったよ、どうしよう。これを箸で取りながら食べてくんなましということなんで、ここでもう完成だから、ちょっとアクが出てきたんで取りますかね、はい、よっしゃ、この熱々も先山か、どうする、先山行くか、これしゃぶしゃぶして好きなだけ食べるがいいよし食べちゃって。どうもこんばんは、来ました熱々シリーズがもう早いですでも今グッズってないんだから大丈夫ですか。おせん失礼します。本当はこれでこう取ってすぐ箸で食べた方がいいですよね。そうですね、本当はね、取り箸をね、色変わりました、いきましょう巻いちゃいましょう、ネギ焼いちゃいましょう、そう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 、そうそうそう、いただきます。さすがにやっぱりそうでなきゃな、ネギあっちネギだったのかでも、めちゃくちゃだしで、
めちゃくちゃうまいっすよ。タレなくてもいけちゃうんですか。バカ言ってんじゃないですか。なんかタレってその時代はもう終わりましたうまい、うまい、これ締めうどんがいいっすよ。めちゃくちゃいいっす、これ間違いない、これちょっと、あの、前言ったやつの言葉を使いますけど、これネギ8億本食えるくらいです8億本は食えますね、ネギこれいいです。あのポン酢苦手な方もいらっしゃるんで、しゃぶしゃぶ、ぜひこの食べ方をしてみてください、っていうベストです。ちょっと鼻水出てるもんね、ネギいっぱい食べないと。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。